です、この度は、このような、大変栄える賞をいただけて、大変嬉しく光栄に思っております。いやちょっとアキラさんの登場には本当にちょっとびっくりしたんですけども、はい、石原裕次郎さんという昭和の、大スターのですね、冠がついた、このような賞をいただけるというのは本当に光栄で思っていて、自分が生まれる、2年前に、石原裕次郎さん亡くなられているんですけども、たまたまなんですけども僕同じ大学そして同じ学部の、大先輩に、当たる、裕次郎さんの名前がついて、そして僕この賞の受賞をですね、両親に報告したら、まあ、母親がですね、たまたま僕のおじいちゃんが入院して闘病生活で亡くなる前にですね、同じ塔に石原裕次郎さんも入院していらっしゃったんだよっていうようなお話も、あったりとか、本当に勝手ながらですね、とてもご縁を感じさせていただいてます。本当に今年は、映画に3本、長編の映画は出演させていただきまして、きっと多分世間の皆さんにダンス&ボーカルグループ EXILE だったり三代目ジェスブラザーズのメンバーとして、在籍しているんですけども、きっと多分お芝居も頑張りたいんだろうななんて、世間の皆さんに伝わった一年になってればいいなと本当に、思っております。そしてこの賞はですね、本当に自分には本当に大変身に余る賞だと思っていて、一つ一つの作品に携わって、くださったスタッフの皆さん、そして出演者の皆さん、本当に関係各所皆様のおかげでこうして壇上の上でお話しさせていただけるんだなと心から感謝しております。これからもですね、肩書きはパフォーマーということでですね、そのダンスだけではなくて表現者として、もっともっとエンターテインメントの世界を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、一つ一つ精進していきたいと思います。本日はありがとうございます。ありがとうございます。映画の中では割と静かな役が多かったですよね。そうですね、はい、映画の時ぐらいはじっとしておと入れさせていただきました。もうとにかく今お話がありましたね、高校も大学も慶応で裕次郎さんの後輩ということで、石原裕次郎さんの映画なんかはご覧になりましたか？はい、少量ですけども見させていただきました。はい、そうですか。大変爽やかな青年、新人賞にふさわしいと私は思うんですが、いかがでしょう？裕次郎さんの学校の後輩ということでね、まず非常に親しみを覚えますし、それ学部じゃなくて専攻科も全部ご一緒だったんだそうですね。ですけれども残念ながら裕次郎という人は映画が忙しくて学校へはあんまり通えなかったんですよね。ですからどうぞ岩田さんもね、なるたけお忙しいの分かりますけれども、後で後悔なさらないように学校の方はぜひ、卒業してるんですね、すみません大丈夫でした、はい、すみません、はい、そのようなことで本当にこれから頑張っていただくことと、昨年ね流感にかかっちゃって、お会いできなかったものでね、今日は本当にもう若い方でも本当にもう私どうしていいか分かんないくらいもう本当幸せです。ありがとうございます。それと何を言うか上がっちゃいました。みんなあんまり素敵な人に囲まれてしまって、まあ、いずれにしてももうこれから若い方の時代ですから、どうぞ皆様に楽しんでいただけるような素敵な作品をたくさんお撮りになってください。よろしくお願いいたします。竹内涼真様、去年石原裕次郎新人賞をお取りになって、でこの1年間何か変わりましたか？本当に申し訳なかったです。今回は本当に体調 100% 万全にして岩田さんにちゃんと渡さなきゃという気持ちで臨んだので、はい、
でまた本当に1年越しにこういう素敵な場に立たせていただければ本当に光栄に思いますし、お会いできてよかったです。ようございました。秋田さん、普段はどうなんですか彼は。そうですね、本当に、僕ガンちゃんって言ってるんですけども、グループとしてもですね、本当に越えられなかった壁をいつも突破して、本当にでもその裏にはものすごい努力と役者に対してひたむきな姿勢とありますので、なんか自分のように本当に嬉しく思いますし、このような石原裕次郎さんという名前がついている名ある賞をですね、メンバーがいただいて、なんか僕たちも本当にこれからもガンちゃんと一緒に切磋琢磨して、世の中の方々に愛されるような石原軍団の皆さんのようなエグザイル軍団を目指して頑張りたいなと思いましたね。ガンちゃんはやっぱりそういうチャレンジ精神溢れてますか。そうですね、やはり僕たちも先輩たちの世代にもそうですし、後輩にもたくさん刺激を与えてくれるような、そんな力強いメンバーですので、僕たち先輩からしたら本当に心強いメンバーですね。はい。